いろいろと、裏付けのない話を言いにくくなった。そんな感覚の変化は少しあって、状況、それは多少は変わった?ということはあるのかもしれない。強奪連鎖、業者が弱者、それから奪う果てに末端が潰れる、その、想定する、現象も、病気の理由としては、コロナ禍の死者、というのも実際は曖昧さもある。死者の多くが先月の分でも今も、多くの人々が亡くなっている、ような気分にはなる。立場の変化か、オカルトは禁止?ワクチンは新型コロナウイルスで死ぬ人々を、別の人々に切り替えているだけなんだ。とか、構造とか、ワクチンには Wi-Fi が仕込まれている、レベルの無理さはあって、そういうのを削ると報道で得られる情報で、この病の真実を見出すのはちょっと、困難ではある。今もまだ、表には人力発電機も、カムロギの名もない。